河北新報社員が仙台の話題を語り合います。いきなり仙台ボイス。宮城県仙台市の新聞社河北新報の社員が仙台初心者を勝手に応援するいきなり仙台ボイスでございます。知ってるようで知らない森の都を楽しむための多彩なコンテンツをお届けしますということで。 今回は前回に引き続き伊達武将隊の長谷倉津永さんと一緒にいろいろ話したいとはいありがとうございますこんにちはお志選手の松梨集団伊達武将隊長谷倉津永でございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますでちょっと今回はいわゆるこう伊達政宗政宗中野もなんかまあねみんなこうパッとこうああの人ねみたいな浮かぶとは思うけども実はよく知らないうん知ってる 意外と知らないで,でしょ六眼流政宗のイメージしかないです。うん <laughs> 私、千九1988年生まれて、あれ、1987年ですよね。ですよね。生まれる前なのよ。知るわけがない。そうです。みんなさ、独眼竜政宗大河ドラマって話するけど、いや、知りませんけど、みたいな。いや、ね、その時話合わせるよ。ああ、そうですよね。政宗謙ですよね、みたいな。知らんがな、みたいなさ。勝新の秀吉がなんか、そうそうそう。迫力があって、白装束で政宗が来た時に、あの、首をパンパンってやるみたいな。よくご存知です 大河ドラマ好きで、よく見て、そうですね、よく母親からも聞いてて。じゃ知らないの、私だけ。まあ、それはそうと、なんで、ちょっとなんかこう、正直、その私も伊達政宗って言われると、いわゆるこう独眼流だとか、あと、その私、スター・ウォーズが好きなんで、ダース・ベイダーのモデル、黒いヘルメットのモデルが、その伊達政宗の甲冑だっていうのは、まあ、知ってて、あと、あの、 かっ,ちかっこいいででですすよねね黒ずくめであそうです、ね、私らが仙台城仙台城あって観光でいらした方のおもてなしをするときに、まあ、すごい騎馬像があって「政、うんえー、宗公って何した人なんですか?」って聞かれたときに一言で答えると「まあ、私は仙台を作った人です」うん、もうちょっと長くしゃべるんだったら「戦国時代の終わりに生まれて、うん、江戸時代の初期まで」 70, の70年の生涯を遂げられて現在の宮城県仙台の礎を築いた大名、えー、ですみたいな形でいますよね。でそれに付随して実は大きなことをいろいろされた。うん、その中に慶長施設が、うん 私ななんんでですすけど、ね、<laughs> そうよ <laughs> いい感じにはしますけれどもさらにちょっと前回のエピソードでもご紹介したんですけど、うん、その菅野正道さんと京都市課の著書の「伊達の国の物語」っていうところにんかこういうふうにこうご指摘があってですね、うん、まあいわゆるこう戦国時代部分が続く中で。 伊達宗の人気は相変わらず高いものがあると晩年まで天界の野望を捨てずに派手なパフォーマンスを繰り返す領内の整備に力を注ぎながらヨーロッパへの施設を派遣するといった長谷倉さんのことですね他の大名が成し得なかったことを実行し一方では書状を書きまくってあの家臣の心をつかみ他の大名や幕臣と信仰も深めましたと文化的な人でもらっしゃるうん、うん、あの 文化的なものに大きな関心を示して、独特な美的感覚を持ってらっしゃったと。なんか、そんなイメージが、うん、世間的には持たれているけども、はい、けども、けどもなんですよね。うんうん、やっぱりこう、みんな政宗公が大好きすぎる。あまり誇張された政宗公も、あるんじゃないの<ー>という,こうご指摘をまた、菅野さんなさってて、うんお、これは興味深いと思ってですね。あのまあ、有名なエピソードで。 あの私も知ってたんですけどその豊臣秀吉の時代に、うん、あの白装束で謝ああ、はいはい、りに行ったみたいなエピソードがあるじゃないですかそうそうそうあれも実はなんか怪しいいぞみたなななお話んんでですすよね、うん、あのそうなんですか、はいまあ、伊達家の記録伊達治家記録というものには、うん、えとあそこではですね、えー、と水引きで紙を結んで威風であったとは書いてあるんですよ。 資料ではでも白装束を着ていたというふうには自撃録には書いてないんですよね。うん、でまあ水引きってね贈、うん、り物とかにこう、ね、細い糸,糸と紐でね、はい、結びますけどもあれで紙を結んでたっていうことで普段はそういう結び方しないものを多分されてた何かこう紙の結び方がちょっと特殊だったのは間違いないで風ということで異なる風です。かから、うん、まあなんか ちょっと普段とは違う格好をしてたのはしてたんだとは思うんですけれども、はいえー、じゃあそれが白装束だったかって言われると。はいはい ちょっとそこまでの自信はないですよね。その記録用から読み取るにはっていうところで、もしかしたら白かったかもしれないし、黒かったかもしれない。そうですよね。分かんないの方うんこれもなかなか面白いなと思ってて、であのなんか個人的なそのマ宗エピソードがあるんですよ僕。あの2020年にですね、あの長崎県の津島市ってところ、韓国と九州の間にあるあの津島。 島ですね、あそこに実は出張に行ったことがものすごい歓迎されたんですよ向こうの人に、うん。でまあ仙台からいらっしゃったのかと、うん、そしたら「お世話になった」って言うんですよ、はい「私何しましたっけ?」みたいな感じだったんですけど聞け、はい、ばそのいわゆる政宗公と対馬藩にすごく縁があったの。うんうん 昔その江戸時代の初期にこう対馬藩でお家騒動があって、うん、江戸城で裁判にかけられるっていう国書偽造事件っていう,、うんはい、う歴史的には有名な事件があって対馬藩の本家の人といわゆるこう、まあ、本家じゃないなんていうんですかね家臣、うん、家臣っていうかな外交文書を偽造したどっちが悪いみたいな、まあ、簡単に言うとそんな話なんですけど伊達政宗がどうしてそこで関わってくるかっていうと朝鮮出兵。 関わっ伊達政宗もその朝鮮半島まで行ったんだけどもなかなか厳しい戦いで命からがら帰ってきたと手当てしてくれたのは対馬藩の人たちだったとだからその本家の人たちを伊達政宗は大事にしたくてその裁判にかけられた時に「いや俺はこっちの味方だと」と家光に 三人こう当時の三代目将軍ですね言ってくれたと、でそれがあのー、決め手となって本家は無罪になったんだみたいなことをするんです。ただまあ。 その後私もなんか長谷倉さん見習ってちゃんと調べようと思ったらそこまで伊達政宗の力があったのかとか分からないけどもまあそういうふうに言い伝えられてあのなんか仙台から来たって言ったらもうめちゃくちゃゃくされてですねなんかそんなエピソードもあったりただあの今回こういうことでなんか調べてたらやっぱり政宗公っていうのでこうエピソードが誇張されがちって。 なのかなとはだってその時に伊達政宗が仙台藩から兵を引き連れて江戸城を包囲したんだって言われたんですよ。でもまあそのぐらい政宗子に感謝してるんだっていう証ではあるけど本当かどうかは分かりませんっていうことなんですよね。 実は江戸城にめちゃくちゃ近かったんですよね政、はい、宗様の時代って。うん、でお城を取り囲むほどのあれはま,あまずいと思うけど、うん、何か武具を準備していたとかね、うん、そういうのはもしかするとあったかもしれないよね、うん、そう。 ただまあ場所的にはあれなんですかねかなり一途地です一途地なんですかねもうすぐ桜田門なので入ればもうちょっと行けば二重橋ですけまあ大手門はもうちょっと遠いかもしれないけどかなり近いところにお屋敷があったのはあったんですよねでまあそこで亡くなられはしますけれどもあの対馬のねエピソード宗師のね宗さんっていうんですけども その朝鮮出兵ではお父さんの代に宋、うん、さんのお父さん代にお世話になってその息子の代にはなってたんですけどもうん、うん、恩義があってっていうのはあのおっしゃる通りだと思いますね。うんうん、でお味方されたというふうにエピソード的には聞いておりますけれどもうん、うん、当時政宗公の,の幕府での扱いってやっぱりレジェンド扱いいだったとは思いますね戦国大名で本当に戦をちゃんと経験して、うん しかも大大名でっていうのはうん、うん、もう政宗公ぐらいしか存命じゃなかったんじゃないかなうん、うん、もう少しあの領地10万石ぐらいだと他にもいらっしゃったとは思うんですけれどもうん、うん、62万石という大大名で、うんまあ、上はあと金沢の前田家、うんえっと薩摩の島津家がいますけどももう代替わりをされていますのでうん、うん、そのレジェンド級とはなってないと思いますね。うんうんで 中納言っていうのはあの中国風に言うと肛門なんですよへ、えー水戸肛門水戸肛門ってね、はい、あれ中納言って意味なんですけどだから正宗公は仙台肛門なんですよ、はい、ね。<laughs> だからその地位としてはかなり、はい、その朝廷というかねでも上の方だとは思うんですけれども、はいうん だから、まあ、家光公にとっては結構ですね、はいうん、その頼りにななるお辞儀そうそうなんかこれは資料的には分からないんですけれども、うん、エピソードとしては伊達の親父殿と呼ばれていたっていう話もあるのでまああのちょっとね、はい、あちょっと<あ><あ>本いつも出して頂、はい、<laughs> それは何のこですか 小井川由里子先生という仙台博物館の副館長を務められた方が書いてる「伊達政宗原稿録」って本で木村上門という政宗公の古生、まあ、側近ですね、うん、えが政宗公のですね、えー、言動とか行動を覚書にしてまとめているんですよね。これね家光公が政宗公にお尋ねになってるんですね。 今この頃は我も人も年若き者の病人にて薬を絶やさず昔人の息災達者なることは人生まれの性分だんだん弱きゆえかまた何ぞかようのことにてもそうなわんかお尋ねがあった最近の人ってなんか病気がちで若いのにな薬も絶やさずにしてるんだけど正宗様みたい正宗さんみたいな昔の 人、長生きしてる人って元気なのはなんかこれ生まれの違いによるものなんですかねんなんかあるんですかねって家光すに聞かれたと将軍様からね、はいえー、それに対して政宗君は <laughs>、はい、昔も今も生まれの弱き頑丈長,長命短命に変わることはあるまじくそうそうではありませんよ、はいはい、昔明け暮れに合戦競り合いにばかり暇なく、はい、身には骨を折らせ心に苦労をすることなし 上下皆今日は今日明日は明日とほどほどに楽しみ、えー、風寒暑も嫌いなく少々患いなど入れるといえどもおさるる,おさるるほどはおして大方よし薬などということは松子近きものほどならでは飲むものには思わずそろうすねて食は何にても腹さえ不足なればよしとすとね昔は、えー、戦え戦いくさの毎日でうん、うん ね、もう体には苦労をさせたけれども心が苦労するってことはなかったんだよなるほどね、みんな今日は今日明日は明日とほどほどに楽しんで雨が降ろうが風が吹こうが寒いだの暑いだんだそういうので文句を言うこともなくちょっと咳が出る熱が出るなんてのも気にしなかったよと薬なんてのはもう死ぬんじゃないかっていう人しか使わなかったんだよと何を食べても不足さえなければよかった。うんうん、今時は 豊かなるによって身楽に骨折ることはなくあくまで食し淫乱にふけりあらぬことに心を使い気ぃつかるるゆえにてもやあらん昔聞かぬ患い今どき往死とのたまうというふうに書いてあって今はもう豊かになってねもう体は楽になっちゃったけれどもね骨折ることもないしね飽きるほど食べて淫乱にふけり 使わなくていいことに心を使って気を使うからだろうねとなるほどフリーに生きようってことですかね現代のこと言ってるのかなくらい朝胸子は家道にメンタルヘルスの大事さをそういうことだよね朝胸子ってねそのもうやっぱ体を動かすのも好きだしはい趣味を極めることも本当に好きだしで雨が降って外に出られないでもちょっと体を動かしたい っていう時にに竹,竹を必死にへ、まあ、おそらく茶尺とかを作るんだろうと思うけど竹を割って部屋の中でねそういうなんか自分の心をその本当にストレスフリーというかそういうことをすごく長けてらっしゃったそれももしかすると長生きの訣かもしれなないですよねうん,もうなんか私本で確かちらっと読んだと思うんですけどけど政宗子を。 医学に通じてらっしゃ政、ね、宗公はあの家康公って自分で薬を作ってたっていうエピソードがありますけど政、うん、宗公は脈を取ってその昔は三本指で脈を取って、うん、その遅いだ早いだあとはその感覚だとかそういうのでその日の体調を見るんですけどもうん、うん、自分だけじゃなくてその使えている女中とか。 そういう人たちの脈も取ってお前ちょっと今日調子良くないなで、高や貝や、でその薬、あの医師がいるんですけども医師にあのこの薬出しておいて処方箋をねお願いするんですあいつ脈早いからってちょっと高血圧気になるからみたいな感じがしてそれぐらいあの正森校の手紙持ってきてませんけれども手紙結構残ってるのを見るとその。 この人の脈が今日こうだみたいな、はい、だからこの薬を処方してやるみたいなね <laughs>、えー、結構残ってます <laughs>。 正宗子の手紙ってすごい面白いというか味があってちょっと前に娘送った手紙とかにもあの突ぐ前になんか心配かもしれないけど、まあ、お前なら大丈夫だよみたいな、えー、確か送ってたみたいなすごいおおうろ覚えなんですけれど <laughs> なるほどそうですね。まめなんですよねそうですね、うん、あの自分の十男の宗勝、まあ、当時千勝丸さんって言ったんですけどに対しても 手紙は実質で書くようにっていうんと手上がり申さずうろうとも「実質う々ぬって言ったなうまくなくてもいいから、はい、あのちゃんと自分で手紙を書くのがいいんだよっていう当時は、ね「優筆」って言って側近が側代筆をするのが一般的なんですけど政宗公に限っては まあ代筆よりもも自分で書いいいた方が多いのかもしれないちょっと正確に数はわからないですけれどもあのもちろん代筆のものもたくさんあるんですが自筆書状が非常に多いっていうことで有名ではありますねだからお墓を発掘した時に瑞鳳殿からあの母室から筆がね20本ぐらい <laughs> 使い分けてたを使,い使い分け,い分け、うん、でみんなね墨がついてる。へ<ー>だから亡くなる直前まで おそらく書いてらっしゃる。うん、なるほど。うん、時と場合に T. P. O. に合わせて使い分けてたんですかですね,、うんうん、ね。ああ、うん、ね、でも、結構な数が出てきてはいるんですね。うん、筆もね。いきなり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 戦隊ボイス。そのいわゆる、こう戦国武将みたいなイメージは強いんだけれども、どっちかと,いうと文化人。 だったり、こうなんていうか、軍人貴族みたいな。そういうなんか捉え方の方が、あの人生、伊達政の猫の人生トータルで見た時は。そういう人なんだなっていうような。で、菅野正道さんが書いてました。引用です。なるほど。そうですね。多分、戦ももちろん若い頃、たくさん。猫の。 福島だったりあの辺で戦ってはいますしそれから朝鮮出兵もされてるし大阪の陣とか、うん、えー、も行ってますけれどもその側面以上に、うん、その文化人としての,うん、うん、のあれはでも正森子の場合は自分で極めるためっていうよりもはい、はい、コミュニケーションだと思いますねそれはコミュニケーションがすごく好きだ方なんと思います、うん、この人をお家に招くときには、うん 何でもてなしたらいいいだろうかっていうのを考えるわけですよねこの人はあ花がいいかなそれとも行動がいいかな、うん、あお茶はどんなのにしようかな掛け軸はどんなものにしようかな、うん、その総合的にプロデュースしておもてなしをするわけですけれどもそれはやっぱり自分自身がその道を極めないといい案が出てこないじゃないですか。でもそれは 人をもててなしすするるためめに極めてるんですよねここが政宗公の,あの一つの、うん、特筆していいところはい、はい、だから手紙もそうですよねコミュニケーションツールだしあとお酒も弱かったのかもしれないですけどエピソード見るとね <laughs>、はい、結構ね飲んでやらかしたエピソードがち、はい、<laughs> らほら出てくるんですよ。あ 斧を見て、うん、酔いすぎて、うん、クゲってエボシってつけてるじゃないですか今大河ドラマとかでも、ねはいはい、エボシつけてますけどもあれって普通取らないんですよはい、はい、あれ取るのパンツ脱ぐぐらい嫌だっていうねいクゲに取って,はって、はい、あれを ねじり回したっていう <laughs> でくげほどぬるきものはなしって言ってねじり回したっていうエピソードがあるんですけど酒は飲んでも飲まれるなっていうエピソードにちょっとカステラ持って謝りに行く <laughs> <laughs> それはねちょっとねあの飲みすぎたい人でもちらほらあるんですけど, <laughs> ど、ね、お酒も含めて、ねね、そのコミュニケーションツールとしてやってたんじゃないかなと思いますね ちょっと今触れられたんですけどそれこそ贈り物とか好きだった時に何ですかその鮎とかマヤとかはいはい、はい、それから花紙とかんかそういったものをなんか自分でなんかこうチョイスして気に入ったものをこう儀礼的にこういろんな人に送ってたみたいなまあなんかお中元みたいな感じで。 大名たちは皆贈り物贈答っていうのは政宗公以外にもされてたとは思うんですけども政宗公の場合はその国で取れたアユだとかねそういうものもありますしあとは政宗公近場に茎埼玉県の茎あそこに 高り場を許されてたのでそこで獲ったあ獲物とか特に好まれたのは鶴なんですけれどもそういうものを献上したりとかもされたようですね。 今は取ったら捕まるんだけど。今は白鳥も,もダメですか。<laughs> そです捕まるんだけど、<laughs> 当時はまあ焼き鳥にでもして食べてたかもしれない。そうですね。<laughs> はい、お正月はま宗むれ白鳥食べてます。あ、そうなんですか。えー、あ、一応縁起物みたいな扱いで。そうですね。一の前、二の前と三の前の間かな。ちょっと忘れましたけど、<ー>白鳥がまな板にどういう状態かわかりませです<ー>持って出てきて、両二輪が目の前でばく。へー。後にお吸い物として出る。なるほど。 今だとね触ると鳥インフルにかかりますか雑菌がたくさんありますとかっていうそういう方法でね禁止されてますそうですなんですえなんかこう先ほどちょっとその仙台の町を作ったっていうところでちょっとこれも聞いてみたかったなっていうのがあっていわゆるずっと天下狙い続けた一説みたいなのもあるじゃないですか。 これもまことしやかにみたいなところだと思うんですけど実際なんか実はなんかこういろいろ紐解くとそうでもないんじゃねみたいなのが有力だとも聞いた私もそれすごい聞いてみたんか織田信長と戦国の三傑がいなければ伊達政宗は天下が取れてたっていう説とかよく聞くのはそれって本当だったのかなっていうのはそうです。 朝宗さんは若い時は東北南東北を、うん、まあ統一というかですねうん、うん、自分の、えーしえー、制覇して、うん、でその後関東に打って出る気持ちは間違いなくあったとで、えー、当時関東に力を持ってた佐竹。 うんうん、それからその南小田原中心にいた北条さん、うん、北条さんと伊達で手を組んで佐竹さんをまずやっつけよう、うん、そういう考えは確実にあったんですが、うん、それをやる前に秀吉公に先を越されて小田原の北条を攻めるからうん、うん、お前来ないとどうなるかわからないぞってなって <laughs> さっきの白聖国のエピソードにつながるわけですけれどもうん、うん、だから天下っていう言葉を。うん どこまで政宗公が若い頃これから年取ってからも考えてたか分かんないですけども若い頃は中央に行って出たいって気持ちがやっぱりなくはなかったとは思いますけれどもね。盛、えーうんだところちゅうね、うん、ただそのあとやっぱり政宗公ってその、まあ、変な話リアリストというかその現実主義者だと思うので理想 だけを追い求めてっていうよりもやっぱりいろんな状況状況の判断でそのベストなチョイスをされるってきたんじゃないかと思うんですよねそのさっきの白小族のエピソードもまあある意味もうここで首をはねられてもおかしくない状況でもうまく切り抜けるみたいなそのピンチをチャンスにするみたいなエピソードがちらほらあるのでそういうところのその 生き方立ち回りの仕方はうまかったんだと思うんですけどなかなかその心の奥の天下っていう部分は、ねうん、私ごとしっき歌詞には <laughs> <laughs> いやでもそれこそその長谷倉さんがそのいわゆるこうヨーロッパの方にこう船で行かれるわけじゃないですか。その理由についてもまあいろんな話はあって、うんうん、実はそれで天下取りを狙ってたんじゃないかみたいな話もあって。

あのいよいよ私が実はここが一番興味を持っている長倉継長とは何者なのかっていうのとかこう長倉さんに聞いてみたいなっていうのを <laughs>、はい、<laughs> 思ってますのでじゃあちょっと今回はちょっとこの辺で、はい、あの切らせていただきますではあの編集部の横山と営業部の菊池と長倉継長でしたはいじゃあ次回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございますありがとうございました。はい